居合道とは古武道の居合術を現代武道化したものである。居合道の源流である抜刀術は戦国時代から江戸時代初期にかけての見学林崎慎介によって創始されたと言われる。江戸時代には数多くの流派が生まれた。明治維新後、新政府の政策により居合術は推備したが、1895年に大日本武徳会が結成され、 他の武術と共に、イアイ術も信仰が図られた。第二本部特会は、優れたイアイ術の演武をした者に精錬賞を及び、教師、藩士の称号を授与した。ただし段位は設けなかった。また、当時は異合同より、イアイ術という呼び方が一般的であり、第二本部特会では、イアイ術と呼称していた。1945年、太平洋戦争で、 日本が敗戦した後、第二本部特会は、占領軍指令により解散し、日本党も多くが没収、廃棄された。占領が解除された1952年、第二本部特会の事実上の後継団体として、全日本剣道連盟が発足したが、全日本剣道連盟は、当初剣道のみを所管し、居合意道は所管しなかった。そのため、無双時期連営侵流。 第20代総家高の百連らが、1954年に全日本巨合同連盟を結成した。1956年、全日本剣道連盟が異合同部を創設し、全日本巨合同連盟との間で合併が議論されたが、意見がまとまらず交渉は決裂した。これにより合同会は全日本巨合同連盟と、 全日本剣道連盟挙合道部に分断された。1974年に、河野百連が死去すると、無双時期連盟新流宗家の継承争いが起き、全日本挙合道連盟から大日本挙合道連盟、日本挙合道連盟、全国挙合道連盟が派生し、居合道の連盟は複数に分裂した。現在、各連盟にほとんど交流はなく、演舞大会や団球維新査は、 それぞれの連盟が独自に行っている。各連盟に加盟している流派は、無双直期連営新流及び無双神電流が多数を占める。ついで、土佐直期連営神流法器流、民屋流、無外流、無双神電流等が多い。一本目前座った状態で、鞘から刀剣を抜き放ち、さらに納刀に至るまでをも含めた技術を、一つの独立した武道となしている国は、 全世界でも、日本のみで、実は、非常に稀有なものである。剣道のような打ち合いや激しい運動ではないため、老若男女を問わず学べる武道でもある。2009年の全日本剣道連盟協合同初段取得者1270人のうち女性は、約3割を占める。また、剣術との相違点は、剣術は、初めから互いを敵とした敵対動作から始まる。 いわゆる敵との立て合いから始まるのに対し、イアイは主にとこ間までの想定のような普段の生活の中など、虚ながらにして敵に会うとして形が組まれている点にある。演武では、炎、作法を意識している点も挙げられる。抜刀道との相違点は、抜刀道は主に刀を抜いた状態から立ち技で試し切りを行うが、イアイは主に空間の形稽古を行い、 抜き付けと呼ばれる刀を鞘から抜き放ちながら切る技術が重視されている。試し切りは団体にもよるが、頻繁に行うものではなく、一切行わない団体も多い。同義、袴を着用する。後段者は清掃として門付け、仙台平の袴を着用することもある。一般には、居合刀を使用することが多いが、上級者では、真剣を使用する。 各連盟において段級位及び称号が設けられており、形の演武及び筆記試験を経て授与される。最高段位や受験資格等の規定は連盟によって異なる。全日本剣道連盟のやい道,については剣道の段級位制に準ずる。また、半士及び八段になるためには審査員に数百万円の裏金を渡すことが状態化していたとの問題が発覚している。 これにより、イ,アイドー委員の再編が行われたが、金銭を受領した者への処分や公表は行われていないことで、イ,アイドー委員が浄化されることへの疑問は残る。試合は、実際に切り合うのではなく、団員ごとに、連盟の規定義や、流派の形を演武し、審判員の旗の掲示による多数決や採点で評価することで勝敗を判定する。百六十四年東京オリンピックの、 体操競技を見て、採点方法のヒントを得た正岡一カイミノルが、居愛道普及の一作として考案した。広大位においては勝敗を決めず、演舞のみになる団体もある。また、神社などで形を披露する奉納演舞を執り行う、こともある。試合と異なり儀式的な意味合いが強い。ありがとうございます。